李女将李女将万歴26年4月4日は、秋代の武将、両党鉄、峰守の出身で、字は小茂る、送り縄中列、両党安定に多大な功のあった李政良の長子。朝鮮からの移民の末裔であるため、鉄霊市政府は、朝鮮族、あるいは朝鮮族の末裔と公式見解を示している。日本の研究者には、朝鮮系中国人とも称されている。 万历二年に、鉄霊へと四季道地を父より接種し、同じく、万历八年に、霊園白を一ヶ月遅れで接種した。万历十二年に、山西総平、翌万历十三年に、京城巡保と特戦寺、万历十六年に、千府総平を歴任した。万历二十年の肺の乱の鎮圧でも、先行を認められ、その直後に始まった、文録、慶長の役では妨害。 和山と総兵官として、朝鮮への援軍を率いた。朝鮮に入ると、万歴21年1月に、平壌城による小西行長の軍勢を吸収して、落城寸前まで追い込み、包囲を一部解いて、自主撤退を勧告し、平壌を回復した。さらに李助将は撤退する小西軍を追撃したが、半数に進撃する途上での壁定官の戦いで、小早川高影、 立花宗茂らの軍勢に敗れ、平壌に撤退した。その後、積極的な攻勢に出ることはなく、和議による事態収拾を図った。9月には、朝鮮軍務計略の総合将と共に、李女将も帰国した。慶長の役には参戦していない。万暦25年に、東西トリコ10万により、両党声援補などが1週間にわたって侵略を受けたことに対応するため、 真珠良闘争兵官として、王田持の公認として着任し、大使不都司法を加えられた。翌万二26年4月に、李女将は、城外で副兵にあって戦死した。これと語れば、皆、生当たりと評価されるほど結出していたとされた。また、万暦帝の信任が非常に厚く、その死は、悲しみ痛まれ、死後に小骨令延白を追放し、送り名を送り、誇らを立て、 仮想映像を命じ、こうを取り立てて工遇した。李助将は、李氏朝鮮時代の支配像は、聖徳碑を建て、聖子堂を作ろうとまでした他に、平壌に、武列祠を作り、肖像画を掲げて春秋には祭祀を取り行い、1599年には、のりたけ祠を建て、戦争は、祭作りの恩という額を掲げて、滅んだ国を蘇らせた恩人としてあめたが、今日の韓国では、 救国の恩人と記憶している人は誰もいないという。人心は乱と、冠中関係の著者、反病期は、再作りの恩を強調することで権威が失墜していた。戦争や大臣は、危機を何とか克服できた。苦労のほとんどは、民軍のものであり、民軍を参戦させたのは自分たちであることを強調することによって、戦争初期の相次ぐ敗北で失墜した権威を、 ある程度挽回できたという政治的意味を分析した。李助章を旧国の恩人と美化しているのは完成の記録に限られ、大衆の説話では悪どい面が浮き彫りにされている。安藤大学教授の人材会は李助章の説話を4つに分類する。朝鮮の死者が民へ行き、屈辱を受けたにもかかわらず、ついに李助章に援軍を要請した。 李女将が朝鮮から、たくさんの優れた人物が排出されるのを妬み、良好な風水の流れを断った名もない少女が、李女将の悪行を阻止し、朝鮮から追い出した良好な風水の流れをむやみに、断ったので、自らの祖父の土地の良好な風水の流れまで、断ってしまい、ついに、自らも滅んだ大衆の説話では、悪どい面が浮き彫りにされているのは、平壌城の戦闘で、 李女将が指揮した民軍の戦火とする日本軍の切り落とされた頭の半数は朝鮮の民衆であり、李女将が平壌城を攻撃した際に朝鮮の民衆の頭を切り落とした後、前髪を刈り取り、日本軍の頭に偽装して戦火を誤魔化したことは民軍では公然の秘密だった。それは民軍でも問題視され、三島と古四州遺憾は調査官を送り、 網目の退場頭巾の跡がある、朝鮮人の頭と前髪を刈り取った日本軍の頭を識別する作業を行い、責任を追求した。その他、李助将の平壌城攻撃で勝死、推進した朝鮮人が1万人くらいいたという記録が、戦争実力に出ており、老金李事件をしのぐ虐殺を李助将は言った。大衆の説話では、李女将は名もない少女、若者、老人、 山の神などにより、朝鮮から追い出されたことになっている。李女将の死に、哀悼一色だった朝廷とは異なり、説話では、李女将は、自分で、自分の首を絞めた上に、彼の子孫まで没落させたと高笑いしており、人材会は、大国と小国の間の、従属関係や、血縁関係や、血命関係などでは、互形平等の原則に基づく、 前輪関係を維持できなことを認識していたという。ありがとうございます。